これついてってもいいですか。やっぱり今日長ズボンなんですね。この格好だったら、はい、あられちゃんって言われないでしょ。何を買うんですか。え、乾電池。あられちゃん目悪いんですか。あられちゃんじゃないですか。元気しました。はい、今日どんな感じなんですか。ちょっと濡れてしまった。久しぶりですね。遅くなって来るのが遅くなって。ああ、そうなんですか。久しぶりですね。はい、あ、明けましておめでとうございます。これからどこに。ついてってもいいですか。ついてったらダメですかね。仕事の終わりとか今日は。休みだったんですか。僕もちょっとフラッとそのコロナウイルスの影響で街がどうなってんのかなと思って。あられちゃんもマスクを。人は少なかった。人少ないですよね。はい、いつ頃来られましたか。いつ頃来ましたか。7時ぐらいに来たんですよ。したらまだ雨降ってない時に来て、でなんかまあちょっと人いたんですけど、なんかまあ急に雨がその前に降ったら全然人がいないし寒いし、今これいつまで降るんですかね。でもやっぱり今日長ズボンなんですね。この格好だったら、はい、あられちゃんって言われないでしょ。言われます。ちょっと言われる。当たったんですか。当たったんです。あれじゃ当たったんですか。今日ですか。車、自転車っすか。大丈夫なんですか、これとか。こけたんですか。そうなんですか。何を買うんですか。乾電池。乾電池。このライトの。乾電池ですか。あれちゃん目悪いんですか。目悪いんですか。結構目ですかね。それで大丈夫だと思うんですけど。電池ですよね。ちょっと。いいですね。似合ってます。めっちゃ似合ってます。似合ってますね。あれじゃあでもこれからどうするんですか。雨降ってんすけど帰るんですか。びしょ濡れっすよ。天気予報ですか。天気予報は
でも12時ぐらいまで雨降るみたいですけど、まあ、でも今が10時ぐらいじゃないですか、はい、11時に1回止むんですよ雨、はい、でそっから12時に雨がちょっと降るかもしれないっていう、はい、明日は晴れです、明日は晴れですね、はい、バリバリ晴れですね、はい、はい、でも新井ちゃんが家もし今出たら新井ちゃんが家に帰った時ぐらいに止むみたいな、はい、はい、いや、怒ったのこと、ああ、わかりました、終わるんで、はい、あとはもうゆっくりしてください。鍵大丈夫ですか？あ、してるんですか、はい、ありがとうございました。あれちゃん、なんかあれちゃん最後に何か一言あれば。オリンピックが延期になるかもしれないんですけど、なんかオリンピック延期になっ中止になるかもしれない、延期になるかもしれないですね、はい、中止になると思います。でも延期になっても大丈夫です。気持ちだけで十分伝わりました。ありがとうございました。じゃあこれからずっと大雨ですかね。あ、でもじゃあ11時ぐらいにやります。まだ、はい、でまだ降るみたいですけど。はい。はい、また。あ、はい。また。また。あ、まだ戻るんです。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。